皆さん、こんにちは。奈良をこよなく愛する奈良オタク、只内香織です。今日はですね、奈良幸福寺さんで行われました、北条絵という催し。これに参加させていただきまして、めっちゃ面白かったので、その話をしたいと思います。 幸福寺さんの中に南遠道さんというお堂があるんですが、そのすぐそばに一言さんと呼ばれる観音様がいらっしゃいます。どんな願いでも一言だけお願いすれば叶えていただけるという方で、もうものすごくご利益があるんですね。あんまり欲張っちゃいけなくって、 えー、一つだけ願いを叶えていただければ、また次の願いを叶えていただくことができるという、そういう方なんですけれども、この観音様のところで、生き物を解き放って善徳を積む、そういった行事、法上へというのがあります。普段ですね、私たちは、 まあ、お肉にしろ、お魚にしろ、何らかの命を奪わないでは生きていけない生き物です。そこで、たまには、まあ、いいことしようやないかと。ずっと奪ってばっかりだから、たまには命を与えるということをしましょうやないかということで、こういう法上へ、えー、猿沢池という池にお魚を放つんですね。 まあ、それをすることで、普段は、え、奪ってばっかりだけど、今日ばかりは、命をお救う、え、命を放つ、まあ、そういったことをする行事なんですね。え、ちょっとお写真がありますので、こちら見ていただきたいんですけれども、はい、え、4月17日、法上へ、こんな漢字を書きます。ちょうど、 藤が咲き始める頃で藤もきれいに輝いていました。え生命を尊び生き物を殺さないとの考えのもとに始められた行事で恋数千匹を猿沢池に放すとあります。この恋数千匹というところが私的にはポイントですのでちょっと覚えておいていただきたいんですけれどもはい。 えー、こんな感じで、えー、小学生の皆さんが特製滑り台から魚たちを放つということもおしていました。で、私もですね、こちら法要に参加させてもらって放つことができたんですけれども、これが私があの、放つ予定の魚たちなんですけれども、拡大しますと、こんな感じで、 これ、どう見てもね、濃いじゃないんですよね。最初濃いかなと思って見てたんですけれども、なんか、やたら目が大きいし、すごい体が透明だし、ちょっとこれ濃いじゃないんじゃないと思ってたら、エビだったみたいなんです。そう。私が受け持ったバケツにいたのはエビ。うん、そして、それを、はい、放流させていただきました。 えー、この特製滑り台を使って、えー、今回のこういう行事に、あのー、在来の生き物について研究している大学生の皆さんも関わっていたということで、えー、この若いお兄ちゃんはもしかしたら大学生かもしれません。はい。一生懸命流すんですけれども、今、さらに池の水が入りましたね。 さっきのエビさんがあんまりにもちっちゃすぎて、その、そこにへばりつくんですよ。なので書き出してます、書き出してます。そして、はい、再び水を入れて流す。放流できました。はい。濃い数千匹じゃないんかと。<laughs> 私のはなんでエビというね、この答えに、この問いかけに答えてくれる人はいなかったんですけれども、はい。まあ、あの、猿沢池で私が放ったエビも泳いでいるのかと思うと、いや、もしかしたらあのエビさんは他の、魚たちの餌になってやしないかと、私は果たして本当に命を放流したのかと、 まあ、いろんな疑問が湧くわけなんですけれども、えー、幸福寺さんで年に一度行われている法上会です。ご祈祷を受けることもできまして、えー、ご祈祷を受けられた方は、お昼の1時からありました法要にも参加することができますので、よろしければまた来年4月17日、 幸福寺の一言観音さんのもとにお集いくださいほな、あとは安定を頼んます